ちょっとやばいですね。ちょっと、はい、あの前編中編とどんなんか初めからすごかったんですけど、どんどんまたエスカレートしてる感じなので、そうですね。その合宿3日間の合宿、はいはい、あのみんなもちろんねそれなりになんか強くなって世界チャンピオンになったり、まあそうですね、まあ、強いやつしか行かないですよ、ね、生き残れないし行かない、うんうんうん、でもね何度も言うように決して後輩や弟子にはやらしたくない地獄の地獄の本当にでも合宿逃げられないですよね。もう夜逃げしようと思ってもあのね、うん、もう1日目で全部の筋肉がぶっ壊れて立つのもきつい、あのみんな立てなくなりました。みんな張ってるんです。あ、張ってトイレ行ったり張ってトイレ行ったりしてて、うん、で練習の時だけはもうなんかあのメダリンで朝山先生にやっぱカツを入れられて殺そうって言われるからもうみんなバカか行くわけですよね。でもでやっぱり初代シューターの人たちが、うん、あれだけの厳しい合宿をやってきた、うん、で僕らも何年か後にポンと第3世代と言われるような、はい、佐藤の皆世代、はい、僕らが合宿をやったと、うん、いうことで中井さんは中井先生の話、うん、中井祐樹さんは合宿やったことなかったの、うん、初めて来ただからぜひ一回やっぱり体験したいと。それで来たんだ。そう、これを体験しない限りはシューターと言えないと。その時はまだアマチュアですよね。あ、その時もうプロです。あ、もうプロだった。プロで若手の若手のプロだったのね。若手のもう本当期待されてる。あ、なるほど。プロです。はいはい、そういう中でやった、うん、あの今となってはね、うん、もう中井さんといったらもう神様ですよ。そうですね、もう神様ですよ、はい、でも佐山先生にボコボコに殴られてましたからそれは20代どころの中井さん。あ、そうです、そうです。今考えたらとんでもないですよ、ね、あのフラッシュバックするんじゃないですか。本当ですよね。中井先生も時々フラッシュバックしてるんですよ。あ、だと思います。もう本当にね、もう恐怖と筋肉痛で、うん、もう本当に動けなくなった3日間で、うん、だって最後の締めが、もうずっとそんだけ何十時間もやって、うん、で最後の締めが、まあ、腹筋旋回、腕立て旋回とかなんですけど、うんうん、だからもう1回もできないんですよ。あ、もう全く動かない。腕立てなんか、うん、1回もできないとか旋回やるんですよ1回できないんで旋回でボコボコにぶん殴られながら、うん、でも最後佐山先生がでも終わったんですね、うん、これで終わりだと泣きながらよしこれで終わりだっつって、うん、頑張れっつって言ったんです。本当に終わりなのかってもう半信半疑で終わりそういうふうに思わせといて最終回と思わせといて、うん、そんなわけねえだろこの野郎とボコボコにまたされるパターンだったんで、ね、いつも。あ、そのパターンがもう、うん、そうずっともう常に半殺しにされ続けてきたんでこれ大丈夫かな。そうだからもうこれで終わりだって本当かよって、うん、今度あと腕立てねたった1000回でもう逃がしてもらえるの、うん、と思って、うん、で本当に終わったんですよ。ああ涙出てきますね。本当にもうそうなんですよ。もうやってる最初ルミナとかもう吐きそうになって便所入って吐いてきますとか言いながら吐くんじゃねえってぶん殴られたりとかまあそうやって終わってったんですけど終わってって、うん、もうでもまたすぐじゃあまた練習やるぞっていつ言うかビクビクもですね。わかんないです。ここがビクビクって怖いんで、でも帰れるんですか？そしたら終わったら。そうでもね僕が運転してたんですけど車で、はいはい、もうね握力が全くないんでこんなで運転してたんですよ、うん、でもそこにあの、まあ、大宮ジムでやったんですけど、はい、もうこれ以上この1分でも残ったらもう1回佐山先生の気が変わってもう1回やるぞって言われた、うん、もうそういうもう方に固定観念があるんで、うん、もう一刻も早く逃げたいと思って、逃げないと思って飯でも食ってけって言ったんですよ佐山先生が。もういいですよっつってもうみんな散るように逃げるように書いて、僕握力全然ないのに車で、うん、危ねえなと思う事故りながら事故りそうになりながら、はい、んで埼玉のもう逃げてって、うん、でももうここまで来たらあの佐山先生も追いかけてこねえだろうと、うん、もうそのだって追いかけてくると思ってましたからこうなんかイメージがそのくらいの恐怖で、うん、ほんで途中で止まってよしこ、うん、もう大丈夫だって大丈夫腹減ったと思って、うん、飯をそう埼玉県でねで飯ご飯屋に入って、うん、で今親父ね、うん、ここはどこですかって言ったら狭山ですって言ってうおーってなって逃げろーってそれ住所ですか。そうですそれオチですね。オチですでもそこのこのその店からもう本当に狭山だったんですか。逃げて飛び出て、うん、でもう帰りました。狭山と聞くだけでだからその店の店主が佐山先生と僕らのこと知ってんじゃねえかと思って、あもうそビクビクもそれも冗談で言ってんのかと思って、あそのくらいで、ね、うう僕らは全てからもうなんか監視されてんのかと思って、うん、とにかく逃げて帰る。まあだけどその苦しさを乗り越えたからこそ今があると。そうですねその苦しさがなくても今はあるんですけどまあでもまあそれをあの佐山悟の合宿をあそこまでやった、うん、間違いなく佐山悟、僕が言えることは、はい、
あの佐山悟の合宿で、うん、佐山悟という人に、うん、一番なぶん殴られた男が秋元陣ですね。それを よく覚えておいていただきたい。ここはキーワードですね。一番ぶん殴られた男が、あの 全国のあ、まあ、九州の皆さんに、はい、覚えておいて、それで知ってもらえれば、まず佐山悟に最もぶん殴られた男、うん、あと真面目な話を言うと、はいはいはい、シュート公式戦で初めてパウンド解禁しました、はい、あ、はい、1995年に、うんうん、初めてパウンド解禁した第1試合目の第1発目は僕です。でパウンドしたんですね。はい、だからファーストパウンド。ファーストパウンド。ファーストパウンド秋元陣と、うん、あの佐山里にパウンドされたのは秋元陣。もうこの2つを覚えてます。パウンド、はい、2つ秋山で。は秋元、はい。秋山じゃない、秋元陣で。2つのナンバーワン、あのファーストパウンド、はい、覚えてください。いや、面白かったですね。本当ですか。まあ、まだ引っ張ればいっぱいあると思いますけど、そうです、まあ、今回はこれぐらいで。そうですね、これぐらいに勘弁して。まだ次回、はい、また新しい、そうですね、ネタですもんね。ネタ、また新しい。ネタとして。あの今の話全部フィクションですから。フィクションね。うん、じゃ あの下の方に立って、これこの話はフィクションですと。はい、もう佐山先生優しい。これ架空の人物ですよね。そうですね。はい。本当に優しい。よろしくお願いします。佐山先生はチョコレートと、はい、あのなんかお菓子をいつもこうやって食ってるような優しい人ですから。優しい人ですか。はい、それからですか、あの虎のマスクをかぶり始めたのは。じゃあ違う。ありがとうございました。はい、お後がよろしいようで。